余裕があるよね。ポートリバーズの人生はボールバッケツ。頭マッサージみたいなの。わかる。なんかこの辺をめっちゃ押してごらん。こめかめらへん。じゃあ親指で、親指で。前すぎる、前すぎる。気持ちよくない？押し方変だろ。なんでこれ、普通こんなでしょ。これも変だろ。違う。脇を持って広げるわけ。違う。うん、抜け毛みたいなのが出てきてる。どっから？左。目障りじゃないの？なんかふわふわ、よく来れないでしょ。でも考えたらこのポリバケツの時にこういう CM をやってるってことね、うん、アイレディース、そうだよ、アクアバンク、ウィガフ、アイレディースってどっかの CM やってたな、テレビもやってるよね。あ、なんていうの、ユメチャス、ムチャス、ムチャス、ムチャス、うん、昔ハンサムっていうあれがあってね、喫茶店あった。どこになったかな、今巻き目の中に映ったんだけど、うん、テーマ、あ、これもう時間かな、全然あの始まるよ、めっちゃやろうか、うん、行けてん、見ながら打って、焼き肉、あ、待てないですね、これかシフトしながら、シフトってもういいよ、どけ、待って、やめらして、始まるよ、はい、そろそろですね、ほら、な、見てごらん、シューマッハみたいになってる、もうこれ消すよ、俺、はい、マイク上げます。ボートリバーズの人生はボリバケツ、はい、こんばんは、こんばんは、6月29日、おい、水曜日、第19回目ですよ、19回目、うん、先週が18回目だった、そっか、19回目、人生ポリバケツの時間です、こんばんみ、1週間早い、ボーカル、あさみです、あ、ギターの辰野です、はい、早いね、1週間、なんか、昨日ぐらいのことのように思えるね、あの、スクガラスの香りと千田さんが来て、2、3日前ぐらいかな、昨日はないな、あの、イカリア長介の真似をしたというね、やった、あっち、あっちはやってない、やってごらん、千田さんがやった、やってごらん、あの、ダフンダーはなんだこりゃ、ね、ダフンダーじゃないよ、なんだこりゃだよ、
ち、あの、イカリアさんはね。なんだこりゃ。いや、早いね。もう6月、うん、明日で終わりだよ。ほんとだ。明後日から7月だからね。つうことは、1年の半分終わりまして、うん、改めて、あ、今年も。やばくない今年も半年、あの、お世話になりました。やばくない聞いてる人の話で、うんうんうん、お世話になりました。また、残り半年よろしくお願いします。お願いします。ね、もう19回目だからね、これもね1週間経つのが本当に早いんだけど、うん、本当に6月ももう終わりなんだ。もう梅雨もね明けてね、あ、梅雨沖縄はね、カンカンよ。もう3時間ぐらいでさ、うん、洗濯も乾くさ。あ、そうなんだ。うん、すごい。自分ももう洗濯されれば、自分も干されとけば、今髪切りたいなってずっと思ってるさじゃあそんなことより今日なんかさ、うん、さっきから偏頭痛が半端なくて、なんか気圧の問題じゃないですか。なんかあるのかな。気圧今下がってます。下がってるはずね。どうなんだろう。下がったら痛くなるよ、うん、確かに。でももしかしたら台風が来るかもしれん、うん、この本当明日ぐらい。なんか頭痛いんでしょ。はい、あちもさちょっとさ今日さ後頭部、はい、後頭部がずっと痛いわけ。それ違うやつじゃないこれ気圧のもんじゃないのかな。もしかしたら台風が沖縄にまだ1個も来てないどころか1個もまだ発生してないわけ。発生してない、ね、でもちょっと前に発生しそうだったんだよ。シロアリちゃんがちょっとラジオ中ですめっちゃ飛んでたから。いいよ、無視しよう。そうだからもしかしたら本当に天気の関係があるかもしれんよ、うん、デージでかいやつがあの辺に潜んでて、うん、なんかこのテレパシーじゃないけどそれであの感じる最近が あのあれかもしれないけど、ね、ちょっと分からないけどさ。そっか。ていうかさ、そんなことより先週ですよ、うん、先週のあれで、うん、読めなかったあれも何つうかあったんで、うん、後からまた後ほどちょっとお話したいなと思って、うん、ほうほうほう。何だったっけ先週のテーマ。何だったっけ先週のテーマが好きな偉人だった。好きな偉人か。好きな偉人。それでさ結構終わりらへんにバーってパソコンにみんなメッセージくれて、はい、それで読めなかったメッセージがあったからね。後ほどね、うん、読みたいな。それもね読みましょうね。まあ一通だけ、ね、何通かあったけども読んだ今日のも読めなくなっちゃうので代表してみんなを代表してね一通だけ読みましょうね。でツイキャスとユースと同時配信してるんですけど今日も新しい人じゃない。ブルガリさんって。お、ブルガリさん。ブルガリさん、ロディはね、常連さんだからね。ていうかアーチ。はい。大丈夫？なんで笑ってる？なんで笑ってる？大丈夫じゃない。ダメだこりゃ。アーチ。大丈夫じゃないよね。アーチの爪の色やばくない？爪の色？おお。そう。苔みたいな色だった。ちょっとブルガリさんの話しようかなと思ってたわけよ。ああちょっと触れようかなと思って。はじめましてだから。はじめまして。多分分からん。何回か送ってくれてるかもしれないけど、私たち喋りに夢中で、うん、冒頭しかツイキャスこんな人ちゃんと見れてないさ。ああ確かに。たまにちょくちょく見るんだけど。それはある。気圧というか恋の予感って頭痛くなってるのとか。まあなんかブルガリさんよろしくお願いしますね。そうはじめましてですよ。てかそれよりかさ、はじめましてなんですけど。まあアーチの爪の話。アーチの爪の色がさもう苔みたいな色を。見える？これ見える？みんな見えてる？だからこれさ、なんでていうかさ、今日さ、喋れてないよ。ロレツ回ってないけど、なんでない？なんか、ベロが回ってないみたいな。ベロ下がね。ロレツね。下がね。さ、なんか、今日、あの、爪が割れたわけ。それを機に、はい、マニキュアを落としたわけよ。はい、で、今朝までは、青とピンクの交互に塗ってたわけ。うん。全部。あんまさ、あの爪って興味ないんだけど、うん、ネイルとかってさ、うん、ただなんつうのこの苔の色一色の爪が5本さそれで青とピンクが1週間ぐらい続いたから、うん、じゃあ違う色にしようと思って、はい、違う色にしてみたわけよ。で前買ったんだけどこのマニキュア、うん、で今日初めましてで塗ってみたわけ、うん、こんな色とは思わなかった。でももう1回塗ったから、あ、もうなんか一応もしかしたらさ、これさマット系の下地に塗るやつだはず。ごめんもう意味わからんもうなんかマリモのちっちゃい子たちが爪に乗っかってるみたいになってるわけよ一応。マリコ、マリモ今マリコって言ったでしょ。マリモのちっちゃい子たちがじゃマリコって言ったでしょ誰や
リコって閉めるのよ。マリコに謝れ。マリコがあのなんか汚い色みたいになってるよじゃあ、あのマリモのあのなんか苔がいっぱいふわ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 したのが爪の先についてるみたいな感じになってるわけ。あ、からの、うん、からのマリモの子供で、マリコじゃないよ。略して一応マリコっぽいけど、マリモだからね、あっちが言ったのは。マリモね。でもマリモ もう汚くはない。ただ、うん、コケっぽいってたからマリモって言っただけだから。マリモにも謝ってた。お前も謝れ。マリコとマリモで謝れ。マリコさん、すいません。はい、ということでね、今週も始まって、はい、1時間お付き合いください。はい、そしてですね、今日のメッセージテーマ。はい。今日のメッセージテーマが、焼肉派今日かもね、焼肉派ステーキ派っていうことです、はい、今日がほら6月29日で、うん、29日肉の日おいだからさ、あそっか、肉の日にちなんであなたは焼肉派ステーキ派っていうことで、あのメッセージどしどしお待ちしてます。はい、そして引き続きスポンサー様も、スポンサー企業様絶賛募集中です。スポンサーお願いしますよ。あの FM 沖縄に連絡ください。あのポートリバーズの番組でスポンサーになりたいんですけどって言ってくれたらね上からだな。だからよ、よろしくお願いします、はい、メールアドレスは797、はい、アットマーク FMGino1.com、はい、797、はい、アットマーク、はい、FMGino1.com、 はい、はい、多いなユーストリームとツイキャスも同時配信してますので、たくさんのツイートをお待ちしております。待ってます。この番組はキノワンヒューマンステージの提供でお届けいたします。はい、今日噛むねやばいな。もう今までさ15回ぐらい噛んでるよ。なんでかな。あ、荒いやつさ。荒いな、もう今日荒いやつさ、まあ、メッセージこれ読む前に幸子さん読もう、うん、先週のね、okay. 読めなかった代表で、okay. なんちゃらほい。ほら、あ、これさっきのか。来てないね。来てないんですけど、聞いてないね。あ、ミールも来たね。こんばんは。こんばんは。ブルガリさん、噛んだあなた素敵よだって。優しいな。はい、ポートリバーズの人生はポーリバケツ。アクセちょっとあれだな、ふわふわしてるな。はいはい、先週のテーマが、うん、あの好きな偉人だったんですけど。好きな偉人。まああのメッセージが結構たくさん来まして、ありがたいことに、ね、読めなかった何通かがあったんだけど、はい、あの読めなかった何通かを代表して1通だけ、お、1通だけ読みましょう。読んでみましょうね、はい、ポリコンネーム仲間幸子さん。仲間幸子、はい、さい、仲間幸子やいびん、アーチーアキさんや辰野、あんた声でかい聞いてたらドマンギルよや幸子ワンオクロックの動画見てたまんまのボリュームであんた方のラジオ聞いてたから釈迦にかしかんださ幸子2回止まってるからね、心臓ワンオクロック見るんだだからすごいロックだな幸子。心臓2回止まってるからね、心臓2回止まったことないでしょあんた方は。命がけさ、あんた方のラジオ聞くってからにってうるさいってことかうるさいから、辰野、あんたなんか面白いこと思いついても興奮しないよ、フォン、落ち着いて喋りなさい。はっさ、おじいはドゥマンギテマブヤーチャー落とし。ハイジのおじい封じ。クララ、して今日のテーマ、日が陰と私なんだけど。なんでよ。幸子はやっぱあれ、日が陰の裏でかくれんぼして、牛のうんこ踏んだのに気づかないで、友達と二人で大きい冷蔵庫の段ボールの中に隠れたこと。噛むね。もうさ、密室さ、死に嫌なかじゃあさ、しかも出たら見つかるさ、うん、しかも犬の牛のうんこ踏んだのもバレるさ、出てたまるかって頑張ったけどあれは無理。一緒に隠れているタケシーも、いや早く出ていけってうるさかったからさ、そんなタケシーも一昨年亡くなったからね、個人タケシー、うん、息子は那覇で個人タクシーしているさって、これ
これは大丈夫かな、個人タクシーはあの亡くなったたけしみたいな感じで書いてるけど、幸子よ、ギャグね、幸子ギャグね、幸子ギャグ、日がかぐわよ、変な思い出が多いさ、幸子足早かったから陰って思い切り走ったら追い抜けらんにって思ったから、陰見ながらありじゃーって走ってたら工事現場のトラックの荷台に頭ぶつけてからにちごごごして帰ったさ、うん、あれも日がかぐはっさはっさはっさ、想像してごらん、ただいまって帰ってきた娘が頭から流血してたら死に面白いでしょはい、時間ないさ、じゃあブレイクダンス教室行ってくるからさ、アンシェやリクエスト、スクガラスで、スクガラスの少年時代っていうリクエストがあったみたいです ね、これ先週のだからね、そうそうそう、スクガラスで、だから先週読めんかったからあれだったけど、いやでも日がやばいな、日がかぐね、私名字日がなんだけど、なんか幸子さんに謝りたいくらい嫌な思い出話したいでも日がかぐのさ、日がってひらがなさ、うん、だからあの日がさんの日がとちょっと同じイメージがないんだよな、あだからね、なんか送る、うん、でしょっちゅう閉店セールばっかりしてる、あしてるね閉店してオープンして開店してみたいな、あれ洋服の青山とかもじゃない、そう結構閉店セールしてない、あの閉店の意味がよくわからんさ、なんかあるんだはずね、模様替えみたいな感じじゃない、リニューアル、リニューアルみたいな、そうでもまたすぐまた開店するさだからしょっちゅうまああのたけし、たけしとの思い出ね、そうたけしとの思い出、今週も来てるかね、まあ後で読みましょう、はい、はい、そして今日のテーマが焼肉派ステーキ派ということでメッセージ来てます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、早速読んでいきます、ポリコネームゆいかさん、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、もう6月も終わりですね、うん、肉の日、はい、焼肉派ステーキ派っていうことで、それはやっぱりバーベキュー派、あれバーベキューって焼肉、夏だ海だバーベキューだということで、ポリバでバーベキューイベントを企画お願いしますではでは、先週の夏休みのお昼ご飯の話から、うん、冷やしそうめん、カレー、うん、冷やしそうめん、ハヤシライス、冷やしそうめん、シチューのローテーションにしようかと企んでいるゆいかママでした、だって冷やしそうめんばっかかな冷やしそうめんが今に3回出てきてるからね、これさ、冷やしそうめんを、うん、お昼のこれ晩ご飯、どういうこと、晩ご飯なんだはずね、晩ご飯、うん、冷やしそうめん食べるんでしょ、うん、おかずって何だよ、おかずはないんじゃない、冷やしそうめんだけでしょ、唐揚げとかじゃん、冷やしそうめん食べるとき何食べる、そうめん、あそうめんの中に何が入ってるかってこと、いや違う違う、冷やしそうめん以外はないの、もうおかずみたいな、冷やしそうめんとおかず、スイカは、スイカっていうか、まあ、冷やしそうめんだけじゃない、冷やしそうめんの時は、俺が言ってる意味わかる、ちらし寿司とか、あちょっとあ真似して、あのあ北島、チラシ寿司いいね、はい、ということでね、なんかバーベキュー派って、バーベキュー派ってことはやっぱり、どういうことだあの焼肉でしょ、でもさ、バーベキューで焼く肉にも関わってくるわけよ、これはバーベキューで、うん、例えばサイコロステーキみたいなコッコロコッコロだったら、はい、あのなんかブロック系だったらステーキじゃない、うん、まあね、でもあのバラ肉とか違う、そこじゃないんじゃない、俺思ったのは、うん、焼肉派、ステーキ派、バーベキュー派ってきたから、多分あえて焼肉派でもステーキ派でもないです、バーベキューがバーベキュー派っていうボケなんじゃない、これボケてるの か、 違うか、バーベキューって焼肉ってでも聞いてるよ、まあいっか、あでも焼肉違う、一応ジャンル的には一般的には多分焼肉だよね、バーベキューね、焼肉、普通にあのパックから出して肉あれしてね、あーバーベキューしたい、でもバーベキューで分厚い肉を、うん、あの焼くのとかデージ美味しいんだはずね、炭火で、あそうかも、あの炭火か、なんかさビールの CM であの、うん、永瀬智也とかがやってるさ、デージでかい肉なんかなんとかやって、あーデージなんか食べてビール飲むみたいな、 あんなバーベキューやってみたいな、伊勢エビで肉ぶったの、そう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 、はい、いやポートリバーズで企画して肉ぶったあのやつだからよ、やばいね、うん、来てないの、うん、メッセージ、今日ですね、なんと今のところメッセージが以上ですあんまりみんな肉に興味なかったのかしらね、そうなの、それかあの違う、このさ F 麦のあのさ、はい、屋上さあれやってるさ、あのビアガーデン、ビアガーデン、ビアガーデンやってるんですよ、であのパレットくも字の上ももう結構前からやってるさ、ビアガーデン、うん、
もうみんなこの時間ラジオなんて聞いてらんねーって、そろそろもう夏の夏が入ってちょっとね、そうかもね、喫茶ね、喫茶、ね、はい、喫茶に聞こうじゃあ、おう、はい、喫茶は焼肉派ステーキ派、私ですか、うん、私はステーキですね、ステーキ派、はい、おお、なんで、焼肉、肉が小さいじゃないですか、うんうん、一回一回焼くのしぼむよね、はい、しぼむ、しぼむ、しぼむよ、あの一個一個焼くよりはもう一気にドーンとでかいのを焼いた方が確かに食べ応え取る場合ですね、はい、あ、これ一応分かれるかもよね、分かれる、焼肉かステーキかね、立つのは僕は断然ステーキ派ですね、僕も、僕もあのしかもですよ、まあ若い時は焼肉、うん、焼肉派だったんだけど、うん、焼肉しょっちゅう行ってて、うん、で焼肉美味しいさ、牛タンとかもさ、ハラミとかも美味しいさね、うん、なんだけど、うん、あ、そう思い出した、うん、僕大阪の専門学校行ってた時代がありまして、うん、その時に、うん、まあ、学生なんでちょっとお金ないじゃないですか、うんうん、その時にこのランチメニューみたいなので500円で、うん、プレートに肉がハラミとホルモンと、うんうん、なんかがあって、もうちょろっとしかないけど、うん、ご飯は3倍まで食べ放題だ、さ、へえ、実際焼肉4枚か5枚ぐらいしかなかったはず、多分、うん、5枚ぐらいかな、うん、これでご飯3倍食べて超満足したの、その時に初めて生まれて初めてハラミ食べたんだけど、ハラミ一番美味しくない、お、あの時も感動して、うん、あ、ハラミってこんな美味しいんだと思って、うん、あれからもうハラミにハマって、うん、焼肉ばっか行ってたんですよ、うん、だけど焼肉ばっか行ってビール飲んでるとブクブクブク太っていくわけじゃないですか、うんうん、でここ数年専門学校の時、そう、うんうん、でここ数年はもう今ステーキのさ、うん、まあ、真面目な話だけど、なんかフィレ肉、うん、フィレ肉、赤肉、うん、赤肉が赤肉ダイエットってあるぐらいだからさ、あ、赤肉は脂身がないから痩せるってこと、痩せるっていうか太らないってこと、まあいいんだろうね、なんか焼肉とかよりはいいのか、いいはずよ、油がね、あのカルビとかか、うん、油ぶったらは、そうだね、カルビ、カルビぶった、でもあれだね、優しい焼肉屋さんだね、ご飯3杯まで無料って、多分、うん、うちの専門学校と、うん、医大が隣にあって、うん、だそういう人たちが行くんじゃないの、あ、だ学生さんターゲットでやっててくれてて超ありがてえと思ったから、今もあるかね、だからよ、あの焼肉屋行きたい、誰か調べて、後で検索してごらん、大阪の高槻市にある、うん、大阪医科大学の高架橋の下側にある焼肉屋さん名前分からないんだ、分からん、ダメじゃん、分からんわけよ、場所覚えてるよ、メッセージ来たね、お、ありがとうございます、もう、ね、ちょっとお名前がないんですけども、はい、こんばんは、沖縄に来てやっとでポリバケツ聞くことができました、マジ感動、お、沖縄に来て、お、うん、7月の18日もライブ行きます、お、これも念願の初ポリバライブ、お、嬉しいね、めっちゃ楽しみにしてます、ちなみに私は焼肉派です、柔らかくてすぐ食べれるからって、あっち、これ分かる、昨日南がスタジオで行ってなかったかな、7月18日ライブ来てくれるってよ、てか沖縄出身だけど名古屋に行ってて、あ、で、なんか言ってたね、うん、あっちも分かる、今こんな人名前は言わないけど、うん、多分その子が送ってくれてるはず、お、名前書いてくれたらね読むから、ね、あ、じゃあ今はポリコネームでね、今は本土の方に住んでる、多分、うん、あ、今なんかで遊んでみに帰ってきてんだ、この夏休みシーズンで帰ってきてるんじゃない、おお、焼肉派、柔らかくてすぐ食べれるから、やっぱり、ね、女子は焼肉派が多いのかな、男はキッサーもステーキっていうし、うん、あれも何立つのもステーキだしね、でもいいね、ポリバライブ始めてって、ああ、いいっすね、ポリフェスタの時から知ってるけど、多分この子、あ、そうなの、うん、多分会えるのも楽しみにしてる、あ、来てる、はい、はーい、ん、お名前、ポリコネーム、沖縄コンビーフセンターさん、ありがとうございます、お二人様こんばんは、こんばんは、焼肉もステーキも高級料理、あら、私はツナ缶コンビーフ特盛りのウインナーしか自炊でよく作りますよ、あ、高級料理ね、でも確かに焼肉もステーキも高級だよ、
最近食べたことないもん肉。あーそっか、さっきあんまない。そう、最近さステーキ食べたわけ。食べた、うん、焼肉とステーキかって言ったらアーチはステーキなんだけど。はっ、なんか男子はステーキ、女子は焼肉って言ってた割にはあっちは男派だろうなと思った。待って待って待って、男派じゃない、ステーキ派お前勝手になんだ男より。男性がステーキって言う人が、違う、たまたま俺とキッサーがステーキなだけで、あ、そういうことね。そういうことねってお前って言ってもう聞いてたから。あのさ、10人中7人ぐらいは焼肉って言うと思う、うん、女子はなんとなくのイメージだけど、うん、ほらみんなでワイワイして焼けて食べれるって面白いさ、楽しいさ。面白いよ。でもアジはそれがあんまり、お楽しいんだけど、うん、この例えばさ超こだわる人とがいたとして、焼き方、はい、あの焼き方超こだわる人がいて、うん、自分のあこれ自分がこれ食べようと思ったら、あ待ってこれまだとか、あ俺言うこれ、なんかこのやっぱそれがちょっと面倒くさくなったりするさ、うん、じゃ例えばよカップルとか夫婦とか、このなんか差しで焼肉行くんだったらあれだけど、ちょっと人数3人以上とかで行って、うん、なんかあっちは全然こだわる人じゃないんだけど、ただ牛タンは3秒ぐらいで食べたい人だったわけ、レアな感じで。そうだね、それを超やっぱ焼かないとっていう人だったりとかがいたりすると、うん、やっぱこれも合わせていかないといけない、この気を使ってお肉を食べるっていう、この好きなんだけどさ昔牛角で働いてた時もあるぐらい好きだわけ。好きなの、どういうこと、牛角で働いてたのは焼肉が好きだから牛角で働いてた違う、生活のためでしょ、ま、生活のためぶっちゃけるとまあまあ、 あの時給がめっちゃ良かったわけ、東京にいた時ね、はい、でぶっちゃけると牛角働いてる時に初めて焼肉食べたと言っても過言ではないっていうぐらい、はいはい、あの焼肉はあんまり当時沖縄でも食べてなかったんだけど、東京でも、うん、うまーって思って、牛角めっちゃうまいよそうなん、でも、これだったら今牛角食べたくなってきてる。あもう超やばいわけ、あのキャベツすらうまい牛角で。キャベツはキャベツ、あのバイト制でさ終わってからちょっとあのなんか食べるさ、うん、バイト生同士で。だから焼肉、この焼き方も別にそれぞれが こだわりがあるのも知ってるから、この鉄板とかでもなんていうの、あじゃあこれ自分のね、これ自分のねみたいな感じで、はい、もうこっちは そっちで焼いてみたいな、うん、あんま気使わないでできるから、うんうんうん、よかったらこう働いてるからさ。ちなみにだけど、僕もあのこの大阪の学生時代の時に焼肉屋でバイトしてた、うん、であの店長がいない時に、うん、あのまあ、まかない自分なんかで食べていいよみたいなのがあって、うんうんうん、だけど牛タンはダメって言われてたわけ、うんうん、だけど牛タンスライスをぶっとくスライスして、うんうん、あのやばバレないの丼の上にバン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 って3つぐらい乗っけてあのナムルのタレ、うん、あちゃちゃ、キムチ割り下、うん、割り下だったなんだもう忘れたけど、うんうん、あれで下にあの、うん、なんだっけナムルいっぱい敷いてから、うんうん、バレるでしょ、超美味しかったわけ、すぐバレた翌日、絶対バレるでしょ、だって牛タンスライスでしょ、誰が牛タン食べたのって言われて、はい、あもう自分で切るところだったんだね、そうそうそう、ね、そうそう、ああのスライサーがパン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 って切っていくの、あああああ、そっかそっか、だけどバレたからまあいいかもうじゃあはいって、じゃあ今度からはこんなに太く切るなよって言って優しいと思って、お前沖縄から来て大変だろうとかって言われて、めっちゃ大変なんですってはい、じゃあ一旦ちょっと曲いきましょうかね、はい、ポートリバーズでサウンドウェイウェイ、受信トレイ2位だったよ、うん、あ、逆に何で知ってるの？あ、それ。あ、それ。あ、もうほどではないのって言ったらこれ。帰ってきるか。ご飯とか食べてきます、それ。あ、肉じゃない。え、受ける、受けるわけ。変です。
超なんかさ、これ肉の話とかしない方がいいな。なんかもうものすごく食べたくならん。今すんごいお腹減ってるんで。ねえ、俺もお腹空いてるわけ。やばい。ちょっとバタバタしてて朝から何も食べてない。ああ、何も食べてなさそうな雰囲気してるよ今日。この体格で。キッサーがもう早くなんか、うん、そうそう、いつもみたいな元気がない、全然。大丈夫。カーフィーを。して、たまに飲食店やりたいなと思うときあるある。俺しょっちゅうある。ちなみに何の飲食店？喫茶店みたいな感じで、夜とか軽くお酒出すお店だし、つまみはその時の気分次第でなんか適当にする。ああね、メニューのないお店みたいな。お酒だけコンテンパーってなら。でもそしたら喫茶でもお酒飲まないんでしょ？飲まないんでコーラになる。昼からってか朝ぐらいから仕込み始めて、もう夜中までだ。それ大変じゃない？いや、でもそんなにサッと作れるものでやってしまえば別に。でも飲食は賭けだよね。昼はでもちゃんと作らないといけるでしょ。昼がメインってことでしょ、基本。そうですね、うん、昼は何作るか。ポップモットで賭けって並べるの。デイジー赤字やし。ポップモットですって言ってからね。それか夜だけ開けようかな。一応リアルに考えてるんだ、やりたいなみたいな。まあ一番やりたいお店は飲食店じゃないんですけどね。何なの？で、 iPhone の修理やった方が儲かるかな。へえ、やっぱそうなの、うん、IT 系だ。そうですか。もう終わりじゃん。もう終わりじゃんって。いや、びっくりした。では行きます。はい、ポートリバースの人生はポーリバーツ。キッサーと盛り上がってたね今ね。話に夢中になるとね。だからね、キッサーが今日朝から何も食べてないってことでね、うん、あ、もう早く何か食べてっていう話。違う、焼肉食べたいんでしょもう今。焼肉ってか肉が食べたいよね。わ、うん、かるな。じゃあキッサーステーキって言ってたさ。俺もステーキ食べたい。キッサーちなみにステーキ何、焼き方何？焼き方硬い方。あ、これ後からにしようかな。後からにするか。うん、後からにしようかな。はい、じゃあはい、メッセージありがとうございます。ポリコンネームみつさん、ありがとうございます。もう炭酸が苦手なのにビールが好きなアーチ、シマが好きなダーツ、こんばんは、みつです。テーマ焼肉派ステーキ派ということですが、どっち派か超迷う。どっちも好きだけど、どっちかといえばステーキかな。うん、親父がステーキ好きだから昔はビッグハートによく行ってた、それでステーキ派より歯よりなのかもっていう。お二人さん、ステーキの焼き方は何かな。アーチーはミディアム、タツーはウェルダンかな。自分はミディアム。キムタクが言ってたけど、レアよりもっと生なブルーってのがあるってよってことです。うん、アーチーミディアムじゃないです。アーチーはベリーレアっていうのが好き。あ、タツーももうウェルダンじゃないんです。俺もベリーレア。あの、ユイチンから教えてもらったわけよね。うん、ゆいちんとあとひさしっていう友達がさ、うん、あのもともと生っぽいのが好きで肉あっち、うん、で最初なんかドラゴンボールみたいな感じでしょ。そうポパイがもうウィーンってやるみたいな、うん、本当に肉肉し血が出てくるのが好きだわけ、はい、で普通にあのレアばっかりだったんだけど、レアルよりもレアよりももっと待って、レアルって言ったらレアルマドリレアなんだよ、レアレアルマドリそれであるよって言って、うん、でそのままユイチンとタツノと飲んでる時でそんな話になって、 その流れでステーキ屋さん行って行ったよね。あのベリーレアも食べたことあるし、あのだからそこからもうステーキはベリーレアばっかり。冷たいんだよ最初は。知ってるよ、最初は冷たいんだけど、あっ、もういいよ。なんかベリーレアがやっぱり一回食べたらハマるな。あれ多分いろんなステーキ屋さんのお店によっても違うと思うんだけどね。あのベリーレア頼んで、うん、レアで来る時がよくあるわけ、うんうんうん、あれさ、うん、でもベリーレアできてジューって来るさ、うん、ちょっとしたら多分レアになるんだろうね。なるよ、なるよ、なると思う。
でお店もちょっと怖いはずね、うん、もし何かあったらどうしよう、うん、なんか責任取れませんよって言われたこともあるし、うんうん、だからでも結局はあっち食べるの遅いから、はい、ベリーレアできても、うん、食べるってる途中大丈夫今日ずっとおばさん笑いしてるんだけど食べてる途中ぐらいから、はい、でもレアになりのその後ミディアムとかになっていってるんだろうな多分。いやレアぐらいじゃないミディアムにはならない言ったらラーメンバリガタで頼んだのに、うん、食べてるうちに普通になっていくみたいな。あだからもう超バリバリのカタカタで食べたいのにあれなんでしょう多分さこれ俺一番いらんと思うんだけどラーメンとかさ、うん、ステーキとかさ、うん、こういうので写真撮る女それはもう絶対さ何がベリーレアよって思うさもう写真撮ってる間にレアですよだからベリーなスピードで撮ってるつもりだわけこっちお前それはベリーなスピード撮るなそしたらレアじゃなくさでもステーキはベリーでいいけど思い出としてあもうあと人とおしゃべりするときにこんな美味しいステーキ食べたよみたいな、うん、あとは私ブログとかなんとかもなんかツイッターとかなんとかかんとかもってときにこのネタとして撮るわけよあと感動するさやっぱりあーすごいってそれは写真に収めてもいいさそこはいいさ別にいいよただね、うん、ほら男ステーキあるでしょ本当だ、うん、はいお名前沖縄コンビーフセンターさんはい2通目なんであごめんなさい先ほどテーマと関係ないことを送りましたねあれ先ほど何て言ってたっけ焼肉とステーキから選ぶことでしたねえ待ってああすいませんもう読んでる途中なのにやらないでちょうだい何ですかって聞くからあ迷った結果は、はい、迷った結論は互角ですおおご飯と焼肉のタレと A1 ソースが互角に美味しいですねあ肉がないご飯と焼肉のタレと A1 ソースが合うってもうタレとソースでご飯食べてるこれあれだコンビーフセンターさんあのガチ米だガチ米ガチ米だね本当に米とご飯とタレでも美味しいもんねあそうさっき言ってたのが焼肉もステーキも高価な食べ物で、うんあの僕はツナ缶とそうだ、ね、家でウインナー焼いて食べてますみたいなマジウインナーもめっちゃ好きてかもともと肉より魚が好きなんだけどだから何よ魚が好きなんだけど、はいうん、何ですシロアリちゃんがいっぱいいるシロアリ急に発生したってことはなんかやっぱ気圧あれしてるんじゃないあ気圧だ気圧問題が発生してるかもしれないもうそろそろもしかしたら台風来ちゃうのかな本当にこれ A1 ソースご飯にかけるってことなのかないやちょっとじゃない違う肉ないって言ってるから焼肉のタレと A1 ソースでもご飯にかけるんだったら、うん、焼肉のタレか、うん、A1 ソースかって言ったらどっち A1 いやあちさほぼさはいソース1の割合、うん、ニンニク9の割合ソースおろしにんにくついてるさあだからおろしにんにくがないステーキ屋さん嫌だわけ、はいはい、もうそういえばマイにんにくみたいなの持っとけばいやでもそしたらなんか大変しかもさカバンの中で潰れたらどうするあっち女なのになんかにんにくにんにくってなんかあれだね それはだってにんにく大好きだもんあそっかあの丸ごとぐらい食べれる一応丸ごとっていうか生じゃないよ丸々1個全部食べれるなんかさあのニンニクスライスしてから、うん、なんかパリパリにやってから、うん、ニンニクチップみたいにして、うん、今ステーキの上に乗せて、うん、食べたいねおう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 ご飯何杯いけるかないいねいいねはいまた名前ないけどさっきのあれかなお名前ないそうそうそう皆さんあのメッセージを送るときメッセージ何ねお名前入れてくださいね、うん、匿名希望でもいいからはいメッセージ呼びますこんばんは私は断然ステーキ派ですビッグハートの A1 ソースに合うのはステーキですよね、うん、うちなんちは黙って A1 ソースでしょウェッティあウェッティっていう名前なのかなウェッティこれ名前がウェッティなのかなウェッティ多分なんかあのウェッティって濡れてるって意味だよね分からんけどヤーマンみたいな感じで言ってないあヤーマンヤーマンみたいな感覚でウェッティヤーマンウェッティみたいな感じで言ってんのかなあそういうことか分からんウェンディみたいな感じはあ、なんでもない間違ったよね、今ねスコッティみたいなウェッティってのは名前かなあ、スコッティってさ、沖縄の人しか言わないよねあ、そうなのあ、ごめん、スコッティ取ってとか言うさ
うん、スコッティ取ってみたいな言うさ、ティッシュのこと、うん、沖縄の人だけでしょ飲んだな。あ、そういう、商品名があるんだ、ティッシュの中に。スコッティって。スコッティ知らん。知ってるよ、スコッティって言うもん。言うでしょ。あとコルゲートもだよ。コルゲートも沖縄の人 しか言わん。あ、ほんと。コルゲートなんて歯磨き粉か。歯磨き粉コルゲート取ってとかって言うってこと。キッサーコルゲートとかって言う。コルゲートって何ですか。ほら、そうなってなるわけよ。歯磨き粉のこと。歯磨き粉で、はい、コルゲート普通に、あちのも普通に日掛けでもコルゲートって言うんだけど、あ、コルゲートキルタとかさ、コルゲートってわけよ。で、あの全然関係ないんだけど、うん、あのバーボンズの、ジャーバーボンズのシモンいるさ、はい、シモンが昔コルゲートっていうバンドしてたわけボーカルでよ、うん、ツインボーカルで女の子と、はいはい、でそれは HY のヒーデーがつけた、はい、名付けた名前って、おっていうぐらい沖縄ではコルゲートって、なんかコルゲートってあれですよね、このアメリカのなんか商品みたいな感じじゃなかった、輸入商品じゃなかった、あ、うん、あ、そう、ピレトリみたいなもんでしょ。3色あるの分からん。分かるよ、なんか白とピンクと緑みたいなが出てくるでしょ、うん、こうやって3色。今もないかな、デージでかいさ、これぐらいの箱に入ったコルゲートよあるもんだよね、リバテープは言う。リバテープ、あーリバテープ知らん怪我した時とかにリバテープあ、ちょっとリバテープ貸してみたいな。リバテープも言わないんだ。え、絆創膏ちょうだい。あ、そうそう、絆創膏。リバテープって言われて沖縄の人なんでかな。だからね、こなして考えたらいろいろもっと他にあるかもよ。これ思ったけど、あれ違う、これオバーとかがじゃない。アロンアルファは、アロンアルファは普通に知ってる。あれ商品名だから、ね、接着剤でしょ。 あ、でもそれもおかしいもんね本当は接着剤っていう、いいもんね。はい、そうです。あれはアルファっつったらでも通じるね。通じますね。そういうことなんだろう。なんか面白いね、うん、でもこんなの考えたら、あの都道府県それぞれいろんなところでそこだけの呼び方の商品とかあるんだろうね。商品っていうか、あの方言とかじゃなくてでしょ。そう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 、知りたいね。あるはず。あのリスナーが47都道府県みんながいたら聞きたいね、これメッセージくださいって。例えば、うん、アポロとかだったら、うん、アンダーチョコレート、アンダーチョコレート、オンストロベリー、ストロベリー、絶対ないな。なんとか、あの、ピラミッドみたいな。わからんけどさ、一応なんか、各町であるん違う。連想、発想、うん。あると思う。なんか知りたいな、こういうの、あるあるみたいな。今度なんかあったら教えてください。ね。ということで、一旦曲いきます。スポートリバーズで、はい、キスミーベイビー。はい。同じ、ほら、同じ、うん、名前がない。ん？今何？どうしますか？今ちょうど。あの、めっちゃこの辺、来週のテーマと、うん、あと、この辺の話と。超変頭痛するなぁ、なんでかしら。キッサー変頭痛しない？現実ですか、うん、私もするときはしますけども、うん、今日は別に何も。てか超お腹すいたね。これあんまりさ、食べ物の話しない方がいいかもしれないですさ。ゴムズは中性化ルーズの一緒にとることを心ないで、あの人たちは優しいから私も生きてエネルギーになってありがとうございます、感謝してるんだ。後日の食べ物たちの葬式の、あーすごいなこの人考え方。まあ、それ後で言ってもらっていい。ああすごいさ、前もそうだけど歌詞書く能力あるよね。あるね、あるかも。そんなに深く考えもしてないんだけどさ、踊ってごらん。何立たないんだみたいな、うん、偏頭痛って肉の食いすぎちゃうかって。肉食ってないよって。ブルガリさん大阪関西食っ
けないんですよね。関西、関西だとね、ちゃうか、うん、あ、ちゃうちゃう、ちゃうか、あ、なんだっけあれ、なんかちゃいちゃう、なんだっけ、ちゃうちゃうって犬でしょ、なんだっけ、ちゃうちゃう、買っちゃうか、違う違う違う、なんだこれ、ちゃうちゃうでなんかあってるの、ちゃうちゃう犬のですよね、うん、そう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 、それなんか、そんな感じの言葉なかった、あー、これ M だよ、言うな言うな、ウスキー、そっか、松阪市の肉、肉なるほどね、ダイエットしてる人ね、分かったよ、あ、そうそうそう、ちゃうちゃう、ちゃうちゃう、ちゃうちゃうかみたいなやつだじゃあブルガリさんはあれじゃない、あの焼肉屋分かるでしょ絶対、でも、でも、もしかしたらあれかな、高槻の、たまたまかな、たまたまかもよ、あ、そっかそっか、ブルガリさん、ブルガリさん、ブルガリさん、知りません、は三重県松阪市、うんうん、高槻の焼肉屋さん分かりません、友達と思うわけ、だいぶ離れてる、あ、間違った、三重県と、何やってる、何怒るな、なんでこんな人こんなのやるの、間違った、あと20秒ほどで結構終わります、おい、高槻よ、高槻、高槻だよ、ダブル使う人だった、分かんない、たまたまかもよ、そうかもね、高槻です、高槻、松坂、松坂、結構終わります、お、ポートリバースの人生はポートリバース、はーい、はい、はい、ちょっと今ツイ、はい、キャスでちょっと読んでたんですけど、うん、あの高槻のさっき僕が話してた、うん、焼肉屋さん、うん、三松じゃねえかっていう、合ってるの、全然分からん、名前とか全然覚えてないけど、うん、あの銀のプレート、うん、銀のプレートに来てたわけ、うんで多分もしブルガリさんが自分の知り合いだったら、うん、あれね高架下の下の方だからね、でブルガリさん家はそこから行くわけ、あ、そうなんだ、うん、野球場の今住んでるところは三重県の松坂市って言ってるけどさ、松坂牛とか食べてるんだはずね、松坂牛って食べたことないんだけど、美味しいの、松坂牛はあれだよ、みんな石垣牛で、子牛、石垣牛の子牛をセリに出して松坂とか、うん、神戸とかなんとかってやるってよ、うん、で誰かが言ってた、で最終的に松坂牛になるわけでしょ、大人になったらよ、それって美味しい、食べたことある、ない、神戸牛食べたことある一回だけ、二切れぐらい、なんか前友達が超贅沢に松坂牛ですき焼きしたって言ったわけよ、松坂牛ですき焼きってもうすき焼きの味しかしないさ、絶対違う、そう、絶対違う、変わるのかな、絶対違うと思う、だって肉の味しなくない、うん、だ多分柔らかさとかはやっぱあるんだろうけど、あやつさん、もっとやばいろんな食べた方がいい、よだれがあれしてきて、そうなんだちゃうローディーなんかちょっとちゃう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 やんちゃうちゃうやんちゃうちゃうちゃうやんそうそう、そんなやつよ、そんなやつ、これあと1回 CM 行かないといけないの、うん、はい、今日3通目です、沖縄コンビフセンターさんメッセージ読みます、女性が料理の写真を撮ることを怒らないで立つのあの人たちは優しいから私の生きるエネルギーになってありがとうございますと感謝しているので、ああすごい、後日の食べ物たちの葬式の家写真にするためですよ、あさっきの写真のやつね、そうだ、あちがラーメンとかステーキとか写真撮るから立つのが怒ったから怒らないでって、ああそういうことか、コンビめっちゃすごいこの考え方よ、追伸、本当っぽい内容だからたくさんの人たちが騙されそうなので嘘ですと白状します嘘かいいやでもこの考え方はいいよね、うんすごい、この本当にありがたく食べてるさ、いろんな食材作ってくれ、うん、くれてる人たちもありがとうございます、うん、私の口の中に私のエネルギーとなってくれる運命で生まれてきたわけでしょ、この米粒一粒もそんなの考えたらもう亡くなる時の前の写真でしょ、遺写真でしょ、まあ遺伝写真だな、うん、だけどそういうことじゃないんだけど、あっちもそういうこと考えないで写真撮ってたんだけど、今のコンビーフのこのあるメッセージ読んだら、あもっとなんか綺麗に撮ってあげようとか思ってきた、違うさ、バリ方でラーメン頼んでるくせに写真撮ってる間に麺伸びるっちゅうねんっていう話さ、撮りたいわけよ単純にね、うん、
単純にでこれでげ麺柔らかとかって怒るんでしょ。あ、うん、でもそれはしょうがない、しょうがないよね。もう最近食べたのが柔らかすぎよったわけ。ああ取ったのは1秒間ぐらいだよ。嘘つけ。割り方で頼んで本当に1秒だけ取ったわけ。1分ぐらいでしょ、1分ぐらい。なんかこうピント合わせてから、全然違う、ああだこうだっつって、全然違うわけ。だからああもうちょっとああと思ったね。あ、はい来てますよ、はい、お名前ウェッティ、ウェッティ、やっぱりウェッティさんだ ね、 ウェッティね、さっきのね、はい、こんばんは、本日2回目です、ありがとうございます。呼んでくれて嬉しいです、ありがとうございます。こちらこそ、いえいえ、地方で呼び方変わるって話、サンティとサンチューありますよね。なんだよサンティとサンチュー。まあまあまあ、どうぞどうぞ。アチさんとタツノさんは何て呼びますか、うん、あ、30円のチューチューですよ、わかりますって。あー、僕浦添なんですけど、うん、浦添はサンティじゃないかな。あれでしょ、レモンティーのことでしょ、うん、30円のそう、あの茶色の、そう、あの外人のサイズかみたいな話を中学校の頃流行ってた。そうなんだ、夏あれはあっち、どっちも呼んだことない。サンティーとサンチューってレモンティーがチューチューになってるやつみたいな。うさん、でもチューチューってあったよね、今ある？あるあるある、あるあるでしょ。チューチューは10円だったんちか、昔より多分今ちっちゃくなってるはず。しかもさ、あのチューチューってさ、凍らして食べるさ、うんうん、絶対こねってやるよね。うんうんうん、あれ大阪でもこねってやってた。あれ、うん、全国一緒かな。あれカルピス味がめっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しいよ。おめえすげえな今日。めっちゃ美味しいよ。今日なんかベロが変やしさ、なんだろうな、なんか気圧だろうな。はい。ということでね、うん、あと何分、あ、一旦 CM 行きましょうかね。 CM も行きましょう。はい、一旦 CM でーす。はい、行きました。あ、大塚健二さんも初めましてだ。あ、初めまして、初めまして。埼玉県新座市、新座市からツイキャス見てます、よろしくです。埼玉県さ、うん、なんとか市が、うん、あの大塚家具と匠大塚ができたって、うん、今日ニュースでやってた。なんなん、同じ町に、まあいろいろあるんだけど、うん、まあいい。そう、30円の紅茶、沖縄ポピュラーなのって。沖縄ポピュラーだはずね。ポピュラーだよ。さあ、紅茶っていうか30円のチューチューって言った方がいいかな。チューチューの凍らしてないバージョン。そうそう、埼玉にもチューチューあるでしょ。それのなんか多分3倍ぐらい太くて、残り20秒で CM 開けます。うん、それがレモンティーだわけよ、中が。ヒーフーミーって誰だろう。初めましてだ。今日おかしいな。5秒前、4、3、2、1。ポートリバースの以前はポートリバースはい、なんで急に今鼻通してやった。なんかさ、鼻水もちょっと出かけになってしまって、はい、そうそうそう、お出かけに、うん、あ、今日嬉しい、初見が多い、ひーふーみー、ごっくんちょ、はじめまして。みのるさんの友達って浜田さんの友達ってことだ。お、本当にマジっすか。嬉しい。あ、みーつーさんもサンティ小学生の頃塾の会に食べてたって。昨日そういえばみのるさんなんかあの体育座りしてたけど、うん、大丈夫かな。そういえば、いや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 、初めましてが多くて楽しいね。楽しい。でもあっという間にエンディングなんですが、そうなんです。これからあのまだポートリバーズ人生ポリバケツ、これまだ今日で19回目迎えてるんですけど、はい、またこれからもねよろしくお願いします。絶賛何募集中だった、企業様、スポンサー様、スポンサー様募集中です、募集中すじゃないとあと2ヶ月ぐらいで終わりそうな予感だからさ。はい、そして、あ、あるぞ、ひーふみさん、この間ラジオ公開放送、あ、じゃあ初めましてじゃないや、あのヒューマンの T シャツ着てた人、あー、いや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 、嬉しいね、こんな人ラジオも遊びに来てくれて、ありがとうございます。で、あっという間にエンディングなんですが、はい、来週のメッセージテーマ、はい、来週のメッセージテーマは、うん、宝くじが1000万円当たったらどうする。お、宝くじが1000万当たったらあなたはどうするっていうテーマです。あ、当たってほしいな、うん、当たりたいな。買ったことないけどさ、まあ100万は結構さすぐ使っちゃいそうさ。すぐ使ったらダメでしょ、100万円は。
あれこれ買ってたらさ、あれこれ買わんだよ。だからちょっとお金丸を増やしました、うん、あのゆきちさん増やしました、はい、1000万宝くじで1000万当たったらどうするか、あ、皆さんメッセージお待ちしてます。そして、はい、来週はゲストがいます。はい、少年レジスタンス、おお、ドラムのゆいちが遊びに来てくれますよ。はい、そして告知、告知まだ時間大丈夫か、大丈夫ですよ。はい、告知、7月18日、はい、7月18日海の日祝日です。恋の夏騒ぎということで、ギロワンのヒューマンステージでスリーマンイベントをします。おい、私たちポートリバーズと東京からロコビッチ、ロコビッチ、そして東京からスペシャルゲストバンドが来ます。まだね、このゲスト言えないんだけど、うん、まあなんかちらほら私はいろんな人に言ってますけどね。言ってんの、うん、だってだってほらお客さん呼びたいしさ。そうだよね。で、フライヤーが昨日出来上がったそうなので、はい、もうそのフライヤーも近いうちアップしますので、そしたらもうゲストも分かるからね、皆さんぜひ遊びに来てほしいです、ね、7月18日、うん、これオープン6時、スタート6時半、はい、前売り2500、当日3000円となってます、はい、私たちのホームページでも何でもメッセージ受けてますので、はい、ツイキャスでもね、 E プラスでもね、そうそう、 E プラスでも、まあ、SNS でも行きたいっていうので、うん、投稿メッセージくれたら予約しますのでよろしくお願いします。そして、はい、7月24日日曜日、手だこ祭り最終日ですね。最終日、その夜夕方7時10分頃に、うん、私たちポートリバーズ手だこ祭り初めて出演させていただきます。なので、こちらも皆さんこぞってこぞって遊びに来てください。はい、来てください。よろしくお願いします。うん、もうね、いっぱいいっぱいもう練習もしてね、うん、もう楽しみたいね、うん、祭りはね、うん。ということで、あっという間の、あっという間、1時間、うん。はい。皆さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくね。バイバーイ。